総勢4079名の卒業生を代表いたしまして、公益社団法人日本青年会議所2023年度幹事青木浩太君お願いいたします。皆さんは何のために JC やってますか？40歳までという人生の大変貴重な期間、限られた時間の中で JC で何を得ようとしてますか？その目的のために全力で死ぬ気で40歳まで JC やる覚悟はありますか？私は今でこそこんな風に偉そうなこと言ってますが、入荷して数年が経つまでは JC の目的も町づくりの意味も考えたことすらありませんでした。私は2010年に愛知ブロックの公益社団法人半田青年会議所に入会しました。大学を卒業して5年間サラリーマンをして、地元に戻ってすぐ JC に入りました。2010年の4月1日に地元に戻ってきて、今の社業の会社に入りましたが、親も JC の OB でもないのに、どこから情報が漏れたのか、その3日後には半田 JC の先輩が会社にやってきて、 JC 入らないかって誘ってくれたんです。最初はすごく嫌でした。忘れもしません、その先輩に昼飯連れてってもらって、先輩が青木くん、まちづくりは興味あるかと聞かれたんですけど、その頃私はまちづくりという言葉の意味すら理解できず、この人は建設会社の社長だからそんなこと言ってるのかな、この人は市議会議員だからそんなこと言ってるのかな、そんな風に思っていました。サラリーマン時代は今と全く違う業種で仕事をしていましたので、地元に戻ってきて新しい仕事を始めて、やらなければいけないことがたくさんある、勉強しなければいけないことがたくさんある、そもそも2008年のリーマンショックが起こってから会社はずっと赤字が続いてる、数年ぶりに地元に戻ってきたんで地元の友達とだって遊びたい、JC ってなんだろう、会社以外の仕事じゃないか、そんなのやってる余裕は自分にはない、めんどくさい、金がかかる、なんとかして断ってやろうと思いました。それでも結局は断りきれずに、2010年の8月に半田青年会所に入会をさせていただきました。 JC にはたくさんの出会いがありました。高校3年生の時に父親が突然病気で亡くなってしまった私にとって、 JC の先輩は何でも相談できる会社経営の先輩でした。なんとなく JC に顔を出し続けているうちに、どんどん JC が楽しくなりました。そうした人との出会いが楽しかったんです。青木よ、卒業までの期間が限られた JC では、迷って躊躇すれば1年が無駄になる、思い切って飛び込めば1年で得られることは大きい、 JC は毎年新しいことに挑戦するから面白いし学びが多いんだ、だから卒業まで迷わずに飛び込め。私は入会した頃、半田 JC の先輩にこのようにご指導いただき、これまでさまざまな機会に挑戦をさせていただきました。 JC は私にたくさんの機会をくれました。入会してすぐに日本 JC や愛知ブロック協議会にも出向して、全国のたくさんの優秀なメンバーと出会って、共に苦しみながら多くの時間を共有して、何か一つのものを作り上げる、その過程の中で多くの学びや経験をさせていただきました。
どんどん JC が楽しくなりました。その頃はただ楽しいというだけで、自分がいかに貴重な経験をさせていただいているのか、 JC の目的も町づくりの意味も考えたことなんてありませんでした。入会して数年が経って、だんだんと先輩たちが卒業していきました。自分もハンダ JC の理事を受けるようになりました。ちょうどその頃から新入会員候補者の方や入会間もないメンバー、また会社の社員からも、なんでいつもそんなに JC 頑張ってるんですか、 JC ってどんな団体なんですか、何を目的にやってるんですか、そんな風に聞かれることが多くなりました。ただ楽しいということだけで JC をやってる自分にはそれに対してうまく回答ができなかったんです。新入会員候補者や入会間もないメンバーに JC の目的や意義を伝えなきゃいけないのに、もちろん会員拡大だってメンバーの育成だってできません。社員にとってみたらひどい話です。会社の時間やお金を使って JC やらせてもらっているのに、その目的も曖昧でうまく説明すらできない。社員が会社関係の研修やセミナーに行くときには、会社の時間やお金使って行ってんだからしっかり勉強してきてくれ、会社を代表していくんだからちゃんと目的意識を持って学んできてほしい、偉そうにそんなこと言うのに、自分は社員よりはるかに比べ物ないぐらいたくさんの時間とお金を使って JC やらせてもらってるのに、自分はそれがうまく説明できない。その頃一生懸命考えました。 JC ってどんな団体なんだろう、何を得るものなのか、何を学ぶべきなのか、自分が40歳になった時にどうなっていたいのか一生懸命考えました。もしあのまま楽しいということだけで JC を続けていたら、きっと会社や家庭で何か大きなことが起こった時に JC をやる目的も失ってスリープ会員になっていたかもしれません。今の日本の青年会議所は平均在籍年数が4年と2ヶ月、入会3年未満の方は約 54%、 だいたい36歳を超えてから JC に入る方が多くなってきている中で、早い段階から目的意識を持って JC 活動をすることが大切なんだと思います。皆さんは30年後の社会を想像したことありますか？私はいつも30年後の未来を考えるときにすごくワクワクすると同時に大きな危機感を抱きます。近年の目覚ましい技術革新によって目前に迫った第4次産業革命は間違いなく私たちの社会を大きく変えていくでしょう。ロボット工学や人工知能の革新によって2030年頃には機械が人間の仕事の大部分を肩代わりすることができるようになります。バイオテクノロジーやナノテクノロジーの革新によって次第に生物と人間の区別がつかなくなってきます。最終的には人体改造によってポストヒューマンを生み出すことさえ可能になります。今から20年後、2045年の世界にはおそらく人間と機械の区別をつけることが難しくなって、もしかすると人間の定義すら変わっているかもしれません。まさに30年後の未来、我々人類は新たな進化の一歩を歩み出しているのかもしれません。皆さんはそのような社会が来ることを想像したことがありますか？そのような未来に皆さんは今の会社の事業をそのまま継続してられますか？そのような未来が訪れた時に訪れる新たな社会課題を想像することができていますか？私は未来について考えた時、もし自分が JC と出会っていなかったと思うとゾッとします。もし JC やらなくて会社の仕事だけをやって、銀行や取引先、会社関係の人とだけ付き合って地域の外に出ようとしなかったら、私は激しい社会の変化に
身を任せるだけの人間になっていたんだろうと思います。このような変化の激しい社会の中で、同じ事業を同じ人と同じ地域でだけ継続していられるような会社なんてありません。どんどん衰退していくだけです。私たちには会社や家族、社員やその社員の家族までも守っていく責任があります。また責任世代と呼ばれる私たちには、将来の子どもたちにどのような社会を残していくのかという重大な責任があります。そのためには日常の仕事や家庭に追われて、いや日常の仕事や家庭を言い訳にして、自分にとって都合のいい理由を作って自分を甘やかして、社会の変化や自分たちの責任から目を背けてはならないんです。だから私たちは死ぬ気で JC やるんです。自分たちの大切なものを守るために一生懸命 JC やって、社会の変化や最新のトレンドを誰よりも早くキャッチする、地域の課題、社会の課題に目を向ける、地域や日本、その気になれば世界中にだって広がる最強の人的ネットワークを手にして、自分の知識や見識を深めていく、経験を積み重ねる、社会の変化に身を任せるだけでなく、自分たちの会社や地域の未来を自分の手で切り開いていくために、俺たちは死ぬ気で JC やるしかないんです。皆さんのロムにこんな人いませんか？せっかく JC に入ったのに役職を受けません。委員長まではやるけれども、専務理事は自分には無理です。副理事長なんてとてもできません。出向はしません。せっかく JC に入ったのに、自分にとって都合のいい理由を並べて、仕事が忙しい、家庭が大変だ、そんな入会する前の新入会員候補者のような理由を並べて JC の役職や機会に挑戦しない人いませんか？でもよく考えてみてください。何のために JC やってるんですか？ JC にはメンバーを成長発展させる機会がたくさんあります。でもそのためにはメンバー一人一人の心構えや機会と向き合う姿勢が重要です。最初から自分にできることできると思うことだけやってたって、人は成長することはありません。ちょっとだけ背伸びをして自分にはできるかどうかわからない、そこに挑戦するから人は成長することができるんです。 JC には無限の可能性があります。でもそれを得ることができるか、全ては自分次第なんです。自分にとって都合のいい理由を並べて JC の成長発展の機会、これをつかまないのは、 JC が唯一約束されている1年後の自己成長と、 JC がメンバーに提供する成長の発展の機会、これを自ら放棄しているということなんです。それでは何のために JC やってるのかわからないじゃないですか。また皆さんのロムにこんな人はいませんか？自分のやりたいことはどんどん積極的にやるのに、自分のやりたくないことや希望する役職につけなかった時に腐ってやる気を失ってしまう人、せっかく JC に入っていろんな人と出会って人間関係を築いてきたのに、そんなことでは誰からも信頼も信用もされませんし、本当の意味での仲間だってできません。理事長になれなくたって、議長委員長になれなくたって、自分に与えていただいた機会で一生懸命頑張っていれば絶対にまたチャンスは来ますよ。どんなことでも自分に与えていただいた成長発展の機会なんだって捉えて前向きに頑張っているやつ、かっこいいじゃないですか。信頼できるじゃないですか。心から仲間だって思えるじゃないですか。せっかく JC 入ったのに自分のやりたいことしかやらない、希望する役職につけなかったからって腐ってやる気を失ってしまう、そんなことではせっかく JC で培ってきた人間関係を自ら
壊してしまうことになります。そんなもったいないことをしないでください。私は2018年に日本 JC の皆無常任という役職挑戦をさせていただきました。自分が皆無常任になるなんて想像もしたこともありませんでした。自分にできるのか自信もなかったし悩みました。でもロモのメンバーや周りの人たち、会社や社員の理解を得て、なんとか挑戦をさせていただきました。一生付き合える生涯の友達もできました。総務グループの担当でしたので、京都会議を終えて、その後たくさんの問題に直面しました。それらもなんとか乗り越えて、サマーコンファレンスまで終わって、少しほっとした夏を迎えている頃、もう一度2019年も皆無常任やらないかって言われました。耳を疑いました。絶対に嫌だって思いました。これだけは絶対に断ってやるって、そういうふうに思いました。でもこれを断ったら、自分は今まで何のために JC やってきたんだ、自分を支えてくれるロムのメンバーや自分を JC に送り出してくれる社員や家族はどう思うんだろう、すごく悩みました。私普段あんまり悩んだり前向きなことを思ったり行動したりすることはないんですが、この時は本当に生涯一悩みました。嫌で嫌で涙が出ることもありました。でも最終的にはこれは俺に与えられた大きなチャンスなんだ、 JC はこんなにも俺に大きな成長発展の機会を与えようとしてくれている、この1年絶対にやりきって俺は最強の JC になる、そんな風に覚悟を決めました。それと同時に、最近は JC の人事を断るメンバーが多い、日本の JC の皆無常任や議長委員長だってなかなか決まらない、 VC 募集してもなかなか集まらない、ロムの専務が決まらない、ロムの委員長に立候補してくれるメンバーがいない、そんな話をよく聞きました。でも JC の人事って本当は断っちゃいけないんですよ。 JC の人事を断ることは JC で唯一約束された1年後の自己成長、 JC が我々メンバーに与えてくれる成長の発展の機会、それを自ら断ってしまうことなんです。だからJC の人事は断っちゃいけない、積極的に挑戦してほしい、そんなことをみんなに伝えたいと思いました。2020年に JCI 復回答に挑戦させていただいた時も同じです。英語は中学と高校で勉強しただけです。 JC に入会する前は海外にだって1回か2回しか行ったことはありません。そんな俺でもJC の国際の機会を一つ一つ挑戦していけば、 JCI 復回答にだって挑戦することができるんだって。 JC の国際で活躍している人は何も最初から英語が喋れたわけじゃない、自分次第でどんなことだって挑戦できる、それが JC なんだってみんなに伝えたかったんです。 JC で活躍しているメンバーは誰一人最初から特別な人間だったわけじゃありません。最初はみんな同じように悩み、地域や日本で活躍しているかっこいい先輩の背中をがむしゃらに追いかけて必死にやってきたんです。そうした先輩から与えていただく機会に一つ一つ真摯に向き合って挑戦してがむしゃらに突っ走ってきたんです。そして気がつけば自分たちにも後輩ができてました。かつて憧れた先輩たちのようになれたのかもしれません。 JC やってればいろいろ大変なこともありますよ。ふざけんなよこの野郎、偉そうに、もうやってらんねえよ、やめてやる JC なんて、そんな風に思うことだってたくさんあったと思います。
会社や家庭だって JC に都合がいい時ばっかりじゃないです。むしろ会社にも家庭にも応援してもらって理解をしてもらって JC やれてる、そんなメンバーの方が実は少ないのかもしれません。昔はリーマンショックで、東日本大震災で、最近はコロナによるパンデミックで、みんな大変だったんです。会社が大変な時に JC やってる場合なのか。社員にボーナスも払えないのに社長なんで JC やってるんですか。コロナの影響でみんなが自宅に引きこもってテレワークをしてる、それなのになんで JC で外に出ていくんですか。会社でコロナ感染者が出たらどうするんですか。会社が風評被害に遭ったらどうするんですか。家族や子供たちがコロナに感染したらどう責任取るんだ。でもこんな時だからこそ俺たちが JC やらないでどうするんだ。社会が大変な時だからこそ地域や社会を変えていく俺たちが JC やらないでどうするんだ。コロナのおかげで目の前に誰が見たって明らかに社会課題があるのに、俺たちが JC やらないで誰が解決するんだ。俺たちが JC やらないで社会が良くなるのをただ指をくわえて待ってたとして、社会が良くなった時に世の中が様変わりして自分や会社や JC の存在価値がなくなってたらどうするんだ。政治家に任しとけばいいのか、時間が解決するのを待ってればいいのか、本当にそれでいいのかって、みんながそんな葛藤を抱えながら、それでも今自分たちにできることは何か、自分たちの大切なものを守るために社会の変化に身を委ねるのではなく、自分たちの会社や地域の未来を自分たちの手で変えていくために必死で JC やってきたんです。社会が大変な時だからこそ俺たちは JC やってきたんです。だからこそこの組織は社会から必要されている、そんなメンバーがたくさんいるからこそ JC には価値があるんです。 JC で得られるものはたくさんあるかと思いますが、突き詰めて考えれば成長発展の機会と最高の仲間、これに尽きると思います。でもそれを得ることができるかどうかは全て自分次第なんです。組織に所属して JC メンバーだからってそれが得られるわけじゃないんです。 JC に入会してさまざまな機会に飛び込んで頑張って挑戦するからそれが得られるんです。だからみんなもJC に出会って入会したなら、目的意識を持っていろんなことにさまざまな機会に飛び込んでほしいんです。最初からできるやつなんていません。誰だって最初は自信がないんです。誰だって同じように悩みを抱えてるんです。誰だって最初から特別な人間だったわけじゃないんです。だから自分の可能性を信じて、自分を支えてくれる社員や家族、周りにいる JC メンバーを信じて、40歳までという限られた時間で自分にできる最大限の挑戦をしてほしいんです。必ずやそれがあなたの人生の宝になります。あなたがいるということがあなたの地域の宝になります。あなたの存在があなたの周りを幸せにする宝になります。私には入会してから13年間一度も変わらない思いがあります。それは自分の所属するハンダ JC が大好きだってことです。ハンダ JC が、ハンダ JC のメンバーが卒業していった先輩が大好きです。これは俺だけじゃない、卒業生みんなが同じように自分のロムのことを思ってる。俺たちはロムが、ロムのメンバーが、ロムの先輩たちが大好きです。かつて憧れた、がむしゃらに追いかけたかっこいい先輩たちの背中、たくさんの機会を俺たちに与えてくれた先輩たち、一緒にたくさんの時間を共有して共に汗を流し、共に苦労を分かち合い、時には一緒に涙したかけがえのないロムの仲間、
ロムのメンバーがいてくれたから何があっても頑張ることができた。ロムのメンバーが支えてくれたからどんな困難な道のりも乗り越えることができた。先輩たちが自分にしてくれたように、自分もさまざまな機会に挑戦してロムのメンバーにたくさんの人脈や成長発展の機会を提供するんだ。先輩たちが自分にしてくれたように、自分もロムのために、ロムのメンバーのために、いつも僕たちはロムに支えられてロムのことを考えてやってきました。すべての JC 活動はロムの発展の地域とロムの発展と地域の発展のために、その思いだけが私の一番の支えでした。世界中どこにいたってロムのメンバーがいてくれた、ロムのメンバーが支えてくれた。だからこうして卒業を迎えるまで、もう少しで卒業できるまで駆け抜けることができました。本当にありがとうございました。俺たち卒業生はみんな同じ思いです。ロムに感謝してます。だからこそ俺たちにはまだやることがあるんです。全国の4079名の卒業生の皆さん、聞いてください。お願いがあります。俺たちはこの全国大会の卒業式で一つの大きな区切りを迎えるかもしれない。だけど残された12月31日までのあと2ヶ月半のこの期間で、俺たちにはやらなければいけないことがある。それはこれまで支えてくれたロムに、この組織に恩返しをするということです。どうやって恩返しをするのか、今から言う3つのことを12月31日まで俺たち卒業生全員で全力でやりましょう。1つ目、卒業する自分たちの代わりに俺たちは新入会員を1人自分のロムに入れる。2つ目、今 JC のさまざまな機会に挑戦しようかと迷っているメンバー、会社や家庭のいろんな事情でなかなか JC に前向きになれないメンバー、そんなメンバーの背中を俺たちは全力で押す。メンバーをモチベートする。3つ目、俺たち卒業生は今年で JC 辞めようかって思ってる、そんな自分たちのロムメンバーに直接会いに行って今の俺たちの気持ちをぶつけてやる。俺たちはまだまだ終わりじゃねえ。このまま卒業して残るあなたたちに2024年の1月に、ああ今年もまたメンバーが減ったね、そんなこと言わせてたまるかよ。今俺たちがここで一生懸命頑張ることで、食い下がることで、この組織は必ず発展していくんです。みんなの地域から日本から JC がなくなっていいわけがないんです。だから俺たち卒業生が最後にロムに恩返しをすることでこの組織のために働こうじゃないですか。もうすぐ卒業を迎えるにあたってまだあんまり実感はないんですけれども、でもちょっとだけ清々しい気分でもあります。やり残したことはないか、これまでの JC 生活に悔いはないかと言われればあるのかもしれません。卒業生みんなが何かしらそんなことを思っているでしょう。本当はまだまだ JC やってたい、みんなと一緒に JC やってたい。でも JC は40歳で終わりなんです。だから俺たち卒業生は最後の最後までロムのみんなと共にロムのために駆け抜けます。そしてその先の未来は、その先のそれぞれの地域の未来、日本の未来は残るあなたたちに託します。
あなたたちがいるということが俺たち卒業生の希望です。全国4079名の卒業生を代表し、志半ばで亡くなってしまった同志、どうしても最後まで続けることができなかった同志、すべての人の思いをこの卒業生代表スピーチに込めて、今まで出会ったすべてのジェイシーに、最後まで信じて支えてくれた社員や家族のみんな、ロムのみんな、ジェイシー活動を通して出会ったすべての人に心から感謝を申し上げます。そして12月31日最後の最後まで一 JC として全員で駆け抜けることをここに誓います。卒業生代表、公益社団法人日本青年会議所幹事、公益社団法人半田青年会議所幹事青木浩太、本当に長い間お世話になりました。ありがとうございました。